東京都は来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて建設しているアクアティクスセンターについて、来年2月28日に完成すると発表しました。これで都が大会に向けて新たに作る高級の施設がすべて完成することになります。東京都は競泳や飛び込みなどの会場となる江東区辰巳のアクアティクスセンターについて、来年2月28日に完成予定。 3月10日に利用を始めるこれにより都が新たに作る6つの高級施設がすべて完成することになりこれらの会場は大会後も都民らが利用できる施設として残される予定です。 オリンピック会場となったパラリンピック会場となった大会会場で子どもたちや一般の皆様方が大会終了後も水泳に楽しんでいただくなどこれがまさにパブリックとしての意味でありますけれどもそういう愛される会場になるような工夫もしていくということだと思います。ままた小池知事は今月19日から大会期間中まで 大会仕様のマンホールの蓋を都内に設置することも明らかにしました。色違いの5種類の蓋を競技会場の周辺などに20枚設置し、大会に向けて足元から街を盛り上げていきます。